非常にこの目を引くスタイリングというのが特徴になっていると思います。全モデルから比べましてですね、ボディの剛性も 40% アップしてますし、ホイールベースもですね10センチ、100ミリですね、短くなって非常にスポーティーな、動力性能的にもですねスポーティーになっています。ボタン一つで、フル自動ですね、今回の車内からも、もちろん開閉はできるんですけれども、車外からですね、ボタンのドアノブのところですね、ボタンがありますが、そこを押し続けることによって、車外からもこのトップをオープンすることができるようになっています。